1月2日生まれの偉人として本日紹介するのは海部俊樹氏です。第76、77代として1989年から1991年に総理大臣を経験、自民党総裁選に出馬した際は今は亡き石原慎太郎元東京都知事とも戦った苦労人という印象が強く、湾岸戦争やソ連解体など世界情勢が不安定な時期に総理となりつつも党内の取りまとめに非常に苦労した。政界を退いてからはソフトテニス連盟会長や日本ティーボール協会会長を歴任。22年1月に肺炎により亡くなられております。あまり目立って羽織りませんが、間違いなく冷戦期における重要な役割を務めきった方だったと思います。それではまた明日。